はい、どうもー、くちくさ。はい、どうもー、はい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 、どうも、俺の勝ちです。いや、もう適当に雑談したいんですけど、かゆかゆ、全体的にかゆい。なやこいつ、うどん、あ、いっぱい滅ばする人か。 なんとなくブロックしちゃおっかな。うん、春好き、夏嫌い、秋好き、冬嫌い。嫌い嫌い言うな。なあ、嫌いなものはあってもいいんですけど、嫌いと口に出すな。俺はやっぱね、嫌いなものを口に出しちゃいけないんですよ。嫌いなものっていうのはね、わかりきれないなってそっと胸の中にしまっておく。うん。で、それが嫌いな人と喋ればいいんですよ。で、大きな声で、これ嫌いな人いますかじゃない、ダメなんですよ。偶然ね、あ、これこの人嫌いかもしれないなっていうのがしっかりと分かった時にそういう話をした方がいいと思うし、って言っててもおでこブツブツだから全然説得力ないね。うん。なんで説得力って、キモキモキモ。はい、大きな声出すのは楽しいね。大きな声出しても体が粉砕された。粉砕骨折しました。なんか粉砕骨折もなんか粉砕骨折じゃないらしいね。ムカつくね。いや、それはまた違うのかな。ムカつかない、そういうの。俺が思ってる粉砕と医者の言う粉砕は違うってね。腹立つね。くそー、坊主にしてんのに、なんか親がね、坊主にさせてくれないんですよ。噛みつき亀みたいになるからっていう。だけど、マジでその通りで、いたんですよ、同級生でね。中学の頃、坊主にしてた子いたんですけど、ほんと噛みつき亀だったんで。やばいよね。でも、かゆいんだよな、髪の毛。あ、風呂入ってねえからだ。頭洗ってねえからかゆいんだ。なんだ、簡単だった。いや、もうちょっとさ、短くしたいんでね。腹立つな。でもね、俺は親にね、金もらってね、髪切ってるんですよ。うん、でも本当に金もらっていいなって思うからイライラするんですよね。やっぱプロに頼んだ方がいいね。うん。でも俺はその髪なんてどうでもいいんですけど、短く切ってほしいんですけど、なんか言い訳して短く切ってくれないっていうね、もうそれは金もらった方がいいって言って。俺は今ね、ぼったくりなんでね、あの、月3000円もらってるんですよ。それで髪切ったら3000円って、その、なんかね、ちょっとした店でっていう話で、なんか、やろうっていう。ちょっとした店、技術でも。なんでお金もらってんのか俺もよくわかんないんですけど、まあ、取れるとこから全部取っとこうって言ったらね、普通にお母さんお金がなくなってます、今。取りすぎて。なんでお金なくなってんだろうなって、俺も思ったんですけど、すべてなんですよね。お母さんの、一つ一つの行動がお金をなくしてると思いました。うん。なんかもうね、お母さんの金遣いが青すぎて、あんま家族のこと言っちゃいけないんですけど、やっぱ今それのせいでちょっとイライラしてるっていうのもあるんですよね。でも俺も悪いんですけどね。お母さんを外に連れてっちゃうんで、まあ、すごいな。引きこもりを外に出すみたいな。いや、その、俺が引きこもりだけどさ、お母さんをね、外に連れちゃっちゃう。お金を使うきっかけを作っちゃうんですよ。元凶なんですよ、俺が。お母さんのお金を作らせてしまう。お母さんがお金を作らせてしまう。まあ、お母さんのお金がなくなってしまう、お金をすり減る原因なんですよ。だから僕がやっぱりそのね、ちゃんとしなきゃなと思いました。それだけです。あと、なんかね、お母さん優しいっていう、優しいって言葉は俺存在しないんだよ。本当にこれは優しいなって思った時に、
いや、でも甘いって言葉は使いたくないんですよ。だって甘いって言葉明らかに悪く言ってんじゃん。なんだろうな、これはすごい表現が難しい。甘いって俺言いたくないんですよ。だって甘いって言われたらさ、甘いんだよって言ったら俺傷ついちゃうもん。だしそんな言葉言われたら俺ボコボコにしますから、脳内で。全然ボコボコにしませんけど、甘いんだよなみたいなこと言うと死ねよって俺は心の中でね、死ね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 って思うんですけど、死ね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 、一番キモいじゃん。キモいオタクの声じゃん。キモいオタクの声優真似た声じゃん。キモ。はい、そうです。まあね、すごい嫌なんで、甘いって言葉は使いたくない。だからといって優しさでもないわけですよ。なんだじゃあ、なんかこの言葉をひねり出さねばならぬのですよ。これを動画で公開したらあんま良くないだろうけどね。お母さんお金遣いが荒いんですよ。なんかね、変なお金の使い方するんでね、まあしょうがないよなっていう使い方するんです、お金がなくなっても。でもなんだかんだ言って耐えれてきたけど、やっぱね、お父さんとやっぱそのお金を別々にしようって言われちゃって、しようって言われちゃってね、でとうとう今苦しんでるけど、で俺はなんだろう、お父さんと仲が悪いんですよ。いや一方的に仲が悪いって感じ。でもなんか俺がすごい辛い時期にいっぱいひどいことしてきたんで、いやでも仲悪くてもしょうがないなって、一方的にひどいんですよ。俺が病んでる時にばっかひどいことしといて、俺今ほんと大嫌いなんですよね。でも家はね心地いいわけじゃないです、全然全然心地よくないんですけど、まあここでいいかなっていう感じ。ですね。なんで外出ないんだろうって思うけど、なんか嫌なんだよね。いや強盗に殺されたくねえ。強盗に殺される人っていんのかな。強盗に殺されたくないよね、今思ったらさ。家の中入られて物ガサガサされてて殺される、嫌だよね。どうすりゃ強盗に殺されないの。てかなんで物を盗むんだよ、おいって思っちゃう。おいって思っちゃう。おいって突っ込みたくならない。なんで物盗むんだろうね。えってならない。なんで物盗むんだろう。なんでだろうな。いやでもいるんすよね。でもなんか物盗むやつってなんかもう多分絶対あいつ物盗みそうだなっていう、でも意外に盗まないんだろうなみたいな、いると思うんですよ。なんだよな、物盗むやつってなんかもう手癖の悪さですよね、あれ。で万引きとかね、万引きでも俺も絶対やらない側だと思ってる節はあるのかもしれない。絶対とは思ってないです。でもやらないんだろうなーとか言ってやっちゃうんでしょうね。万引きとかでね、なんかうっかり万引きとかやりたくないよね。ああすいませんって、撮ってるつもりなかったんですけどって、本当に撮ってるつもりなくて、そういう万引きとかがたまに夢で出てくるとふざけんなと思っちゃうよね。痛いなー全体的に、首のここら辺に全体的にね部分的だよそれは。まあね、お金の使い方がアホなんですよ。なんか俺がペプシ好きだなって言ったら、あのボックスで買ってきたりするんですよね。やっぱ頭悪いなって思って、頭悪いんでしょうねやっぱり。めっちゃ頭悪いんだろうな、それに老化も加わって終わってるんだろうな。でも俺も頭悪いんですよね。それで箱買いでもさ、怒りたくなくない。そんな怒る必要もなくないか。買ってきて嬉しいもん、買ってきてくれる分には嬉しいから、笑っちゃうんだよな。箱で買ってくるんですよ、面白くないですか。何してんだろこの人はって思うな。ペプシ箱で買ってくるし、って何この人ってなっちゃいますよね。すごいなっちゃう、俺はいつも思ってる。あ、今股間をまさぐってる音です。まさぐるっていうか普通に書いてました。ちょっとね、生々しいね表現をしてみたいなって思って、まさぐるっていう
表現を使います。だ、あー、二人モノローグ書いてえな。買っちゃおうかな、弾みで。弾みで買ってしまおうかな。いやー、でもね、買い、うんこうんこうんこここうんこうんこここ。なんかね、動画やってる最中にそのすごい個人情報レベルの高いものを 見るのやめよう。メガネの反射とかでね。なんさ、個人情報がバレても悪用するやつが一番悪いんだよな。泥棒もマジで意味がわからない。やめてほしいな。でも俺はよく育ったんだろうな、いい親だったんだろうな。まあこれから盗むのかもしれんけどさ、まあそういうやつこそ盗むのかもな。で、どうやって人は盗みに行っていくんだろうね。それもちょっと知りたいよね。普通盗まないじゃん。普通っていうわけじゃないけど、なぜ盗むのか、欲しいからだろうな。まあ俺はどういう感じでこれからもし犯罪をするとしたらどんな犯罪をするんだろうね。まあ、やっぱ性犯罪かな。それくらいしかなさそうだな。性犯罪と税金、税金関係で。俺は今日はなんかね、税金関係、あ、ツイッターのアカウント消してえな。なんかネタツイッターの人になんか、あ、いいねされてる、バイーゾさん、ありがとうございます。鼻かゆ、縁起ない、セイホー、ワズデーリーエンデンベーセンデオンリーセンバイミー、ブン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 センバイミーオーステンバイミーオーステン、チンポコーコー。眠いな、寝よ。やっぱ俺だ。でもね、俺なんかお父さんが嫌いって話をして、なんか児童なんとか嬢みたいなのに連絡されたら困るからねっていう。それでいざこざあったら精神力をねすり減りそうで嫌だなって思って。もうしっかり寝てよ。いやー、でも意外にいい親だったんだろうな、俺がこうならないのも。意外に厳しかったんでね、父親は。厳しいし怖かったからさ。尊敬されるのが一番だけどさ、むずいじゃん尊敬されるって。でもやっぱその次に怖いとかさ、そういうのって大事なんだろうね。怖いとか、怖い親父とかだとやっぱなんか飛行に走りにくいから。怖かったもん、お父さんは。優しいようで怖かったし、うん、ねえ。でもやっぱ何が怖いかって感情が読みにくいんすよ、お父さん。今日すごい家族の話するけど俺死ぬからいやー、すごい読みにくい人で、めっちゃムカつくんすよ俺それに。パターンが全くつかめないのがね、嫌だなって思って。それもなんか俺の顔なんかな、やっぱ俺の顔で判断してんのかな、その時の表情とか。本当あれ嫌なんだよな、時と場合によるんだよあれ。何なんだろうあれ、本当腹立つな。なんか一貫性がないんだよな、行動に。ああいうの、俺、やっぱそういうの、俺、本当に親父が嫌いなんだろうな。親父っていうか、パパ。パパが嫌いなんだろうな。もう逆にパパって言ってるけどさ。本当俺嫌いなんですよね、お父さん。だって殺されたようなもんですからね。辛い話される、すると。だからといって、俺の、今、これからなんか言うのはやめて。5時55分55秒が、もう少しで来るかもしれないから。ちょっと待ってて、遅れー。
今なりました。両手でやったらなんか銃に見えちゃうから片手でやりました。すごい変な人だね。もう本当に俺はお父さんが嫌いですね。しょうがないですよ。お父さんからお小遣いもらいたくないんですよ。俺からは絶対にもらいたくない。お父さんを返してもらえるお小遣いなんで、そこまでして物買いたくないもん。うん、振り切れないんですよ。吹っ切れないっていうか、だからお父さんと食事行きたくないんですよね。だからすごい不快なんですよ。笑い声が大きかったり会話がクソだったり、黙って食えばいいのに、なんか俺がお父さんになってきてるんですよ、なんかって感じはあるんですよね。なんか前のだから、どんどんお父さんみたいな感じになってるのかもしれない。すごいすれ違っていってる。小さい頃だから何がムカつくってね、俺今テレビ嫌いなんですよ。俺今テレビ嫌いなんですけど、テレビつけて飯食うんですよ。あれマジで腹立って。でも小さい頃テレビが好きだった頃はテレビ絶対消すんですよ。クソかよ。だから俺もいつもご飯かき込んですぐね、家に部屋に帰ってくるんですよ。テレビが嫌いだから。うん、みんなと、まあでもね、テレビが嫌いなのと沈黙もだいぶ嫌いだけどね。うん、どっちも嫌いなんですよ。親と食事することもなんか、父親と一緒に食事するのもだいぶ嫌いなんだろうし、なんか、それにテレビも加わって最悪になるし、いいことないな、飯食って。だからいつも一人で食うんですよね、俺。うん。人と食っても、だから俺一人で飯食ってばっかなんですよね。そう考えたら。寂しい。意外になんか、でもなんかそれあんま気にしてないですよね。慣れたとかじゃなくて、ただただ気にしてない感じありますけど。まあそんな感じですね。なんか雑談っていうよりはぶちまけって感じだよね。まあすごい結構嫌いなんでしょうけど、なんかこの部屋にいる。でもなんかデビッド・ボーイの名言みたいなことで川口仁さんがなんたらかんたらとか言ってたけど、そこまで俺名言に左右されたくないよね。そのあんまりなんちゃらこうちゃらっていう名言言ってたけど、そして仁さんが言ってたけど、なんで自分の人生を他の人の名言で左右されなきゃいけないのかな。ムカつくなって思って、うるせえって思っちゃった。うん、俺はガチでうるせえって思った。でもそれもいいよねって思った。画像保存してるんだけど、ね、今になってうるせえなジジイって思っちゃっていや、そういう俺は変わってますよってことが言いたいんじゃなくて、そのアピールっていうか偽アピをしたいんじゃなくて、マジでうるさいじゃんそんな。説教してきてるようなもんじゃん。ツイッターじゃんそんな。急に説教してくるツイッター、ほんと大っ嫌いなんだよな。ほんとに春日よ、俺悪いことしてないのに説教されるし、クソつまんねえんだよな、ほんとに。ツイッター、エロい絵しか見てませんし。フォローしすぎて、俺の好みじゃないエロい絵も流れてくるから最悪ですよ。あと、なんもおもろくないんだよな、金玉蹴り上げて、うなるおじさん。あれ、普通不快なんだよな。面白いんだけどさ、痛々しすぎてさ。面白いんだけどね、あれ。確かにあれをもし見せられたら笑いますけど、嫌だなと思います。面白いけどね。もう想像だけで面白いじゃん。ジジイが金玉蹴られてさ、うねってる、うなってるっていうかさ、ねえ、おもろいじゃんそんなんは。いや、おもろくないなそれは。痛そうだからさ、ちょうどいい塩梅ないのかな。YouTube ランキングニュース、捨てハゲ、天皇を生前退院して陰キャラ、タオリ炎上。なんか言葉出ないっすよね、そういう。おお、すぐ拡大しちゃう。でもこういうこと言うとまた炎上するんだろうけどね。俺もなんかちょっとブンって炎上しそうだけど、なんか嫌なんだよな、なんかそういうの。でも言うのやめとくか。権力が出てから、俺は人気になってから言いたいこと言います。それで人気なくします。それで、はぁ、言わなきゃよかったーって後悔します。やっぱ今、雑魚の状態で言ってもね、いいことないんですよ。うん。やっぱりダメだと思うんですよ。弱者の状態で、
吠え噛みつきまくるっていうのはしたいんだけどね、本当は。言いたいこと山ほどあるし。でも俺なんかヒキトラハウスはなんか心の中で超えたなって思ってて、本当はなんかね、それは編集技術は当然超えれてないしって部分もあるけど、面白さだし全然俺勝ってんだよな。確かにアルファさんのなんか匿名ラジオも面白いんだけど、なんか聞いててまあこれ面白いなって瞬間はあるんだけど、それ以外はずっとそうじゃないんだよな、そうじゃないんだよな、ああ面白い、そうじゃないんだよなって感じだったんですよ。だから本当俺は自分のこと大好きなんだろうね。病気の一種、自己愛性症パートソナリティ障害みたいな、それくらいの域。自分でデザインした T シャツとかもね、めちゃくちゃ好きなんですよ。本当に好きで、なんかアウト東京をアウト東京引き合いに出すのもアウト東京よりも買いたいです、全然。うん、ねえ、アウト東京よりも全然買いたい悪口じゃんそれは、全然悪口。でも俺が作った T シャツ最高なんだよな。俺の審美眼は合ってんのかな。でも俺が作ってるだけっていいんだよね。もう河本ひろとさんが歌ってるだけでいいみたいな感じですよ。ちげえよ、違くねえけど、もう俺がやってるから正解みたいな。自分を全肯定しないとやっぱダメなんですよね。心が持ってらんないからそうなったんだろうけど、でもやっぱり欲しいもん。でも買ってないから欲しくないんだろうねって言っても、金ねえ、なんだろうな、安かったら全部すぐ買っちゃう。何円だったらすぐ買うだったな。でも1000円だったらすぐ買うだろうな。2000円でもギリ全部買う。3000円なんですよ、高えの布に3000円って。でも欲しいのなんだけどね、デザインが今なんか100個くらいデザインしてて、アプリでね、非公開でやってるんですけど、超いいデザインとかね、マスオさんのなんかさ、ペーみたいになってる画像をなんか色で、色味を描いてメトロン星人みたいな感じにして、すごいいいの。よくあるなんかさ、なんかそういう T シャツみたいな感じで、グーッと。エクゾムラクスグーッ、何も面白くない。何も面白くないですね。こういうことはやめましょう。昨日もちょっとツイキャスでみんなね、なんか帰ってっちゃってテンション下がっちゃった。確かにこんな感じでツイキャスできたらみんな出ていきませんけどね。いちごの搾り汁さんのなんかね、ローズの香りとか。ね。ローズの香りって言ってね、言ってましたけど、いや、そんなこと言ってたら首絞めるけどなとか言っちゃったんで、ふふふって笑いながら多分、この人とは近づくのやめようって思ったでしょ。首絞めるが尖ってるって多分、だって、俺、ローズの香りってムカつくんすもん。何言っとんじゃお前って、ならない。だって、なんかユーモアセンスを持った頑固親父みたいになってるんですけど、だってさ、なんか、なんでお前はローズの香りっていうの、お前、何その表現ってちょっと切れちゃうんですよ。なんでジジイたちがいっぱい使ってきたさ、その、ジジイたちの手垢まみれの言葉をお前が使うんだよって。ふざけんなよって。ちょっと切れちゃうんですよ。俺は。本当は切れてる。切れたいけど、その人何も悪くないじゃん。俺がたださ、ただもう、宮本浩二ですよ。やり方は。宮本浩二、加藤浩二みたいな感じで言っちゃったけど、あれ、あの人も、だからそうなんですよ。実はね、宮本さん俺あんま好きじゃないな。よく切れるから好きじゃないなと思ってたな。俺なんだろうな、多分。俺みたいな感じだからさ、俺を解放したら宮本さんになるんだろうな。めっちゃ、もうユーモアに厳しすぎるのに、自分はそこまでユーモアすごくないっていう。泣いちゃうよね、そんな人がいたら。で、他人に厳しいわけじゃないんですよ。その人は何も悪くないけど、ただそういうものが目に、視界に入ってきたら怒っちゃうってだけで。やばいよね。病気じゃん。でもローズの香りは腹立たない。まあ立たんか、立たないんだよ。俺しかめっちゃ、なんでよ、兵こいてさ、まあいい匂いがしてきましたっていうのは、まあね、いいニホヒって言ってほしいな。なんか加藤純一さんみたいな、あのエモンさんたちのね、脳死コメントみたいな、なんだろうね、テンプレみたいな、脳死コメントって言い方悪いな、まあテンプレですよみたいな感じでやってほしいんすよね。匂いがしてきましたって言っても、してこねえんだよ。つまんねえなーって。めちゃくちゃ悪いじゃん。でもそうじゃん。してこないじゃん、匂いは。し、
もしまあ嘘でもいいんだよ。面白い嘘なら俺は許すけど、つまんねえ嘘は絶対許さねえぞっていう。でもその時はすごい優しく対応したんですよね。おすごいですね。一つの情報から、一つの五感の、一つの感覚、まあ一つの情報から、いくつもの情報を引き出せる能力者ですね、みたいなことを言ってたんですけど、俺は心底ね、何がか、ああって思ってるんで、やっぱ病気ですよ。うん。その人の表現にいちいちね、何それ、何それって言ってくんだよね。ファンが増えるわけねえんだよ。コメントしてきたら、こういうコメントは、カカーみたいな感じで言って。そりゃさ、もう誰も見てくれないじゃん。そうなんだよ。だからさ、かまっちゃいけないんだよな、みんなに。ターゲット、ロックオンじゃん、そんなん。こんなさ、まだ弱小の頃からそんなことしてんだよ。視聴者潰そうとしてんだよ。アホじゃん。まあ、それもまたね、僕は好きなんですけど。自分大好き。うん、最高。拍手、拍手。寝よ。いや、今日何しよっかな。寝て起きたら、マック食いに行っちゃおっかな。今日はご褒美に。何のご褒美なんでしょうかね。ちょっとやめてください。やめます。すいません。ごめんなさい。いやー。うんちー。クソがよ。終わってんだよ。そんなことするやつは。はい、ということで。楽しいな。雑談やっぱ楽しいな。やっぱ俺が一番面白い。ということで。いや、俺今 YouTube ランキング1位です。ヘキトラハウスより俺の方が面白いな。なんでヘキトラハウスって思ってますけど。トップオブザトップ、羽島恭志郎でした。やっぱ俺の方が面白いわ。今もう、もうなんか俺頂点に立った気分だ。底辺でもない。まあ、底辺っちゃ底辺なんだけどさ。まあ、底辺の頂点ってないよね。底辺の先っぽってないよね。ないんだろうね。まあ、あることにはあるんだろうけど。ちっちゃすぎて見えないんだろうね。葉月ルーペだ。渡辺健だ。葉月ルーペの CM とか嫌だよね、あれ。なんか、1個目の CM はギリいいと思うんすよ。で、あれからのさ、社長の悪乗り。キャッみたいなさ。あれ、キモくない？あれ。ほんとクソみたいな CM 作るな。ハズキルーペの CM。これで訴えられたらどうしよう。なるべく。いや、でもクソはクソだもんな、やっぱ。でも松岡修造さんはいいと思いますけど。もうやっぱ修造さんのおかげで成り立ってて。人のことディスってさ、なんか名誉毀損罪とかで訴えてくんのやめてくんない？嫌なんですけど。理由が。幼稚ですね。それもまたいいですね。嫌なんですけど。ね。言葉が変わったギャルじゃん。あ、腹減った。何食おう。シャッ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 シャイシャイ。寝ます。あざした。もう目がバラブヌ。目がビキビキ、ビキビキか？ズキュズキュですね。